はい、ともチャンネルです。ただいまタブレットを、ね、3枚並べております。左から iPad mini 5、真ん中が、レノボのこの間買ったね、アイデアパッド デュエットで、右側が Android のタブレットですね。でこうやって見るとね、大きさも全然違うんですけども、まあ、並べちゃうとね、順番に並べちゃうと似たり寄ったりと思ってしまうんですが、重ねてみるとね、今意外に大きさがね、これぐらい違うんですよ。で、見た目もね、もう本当に、こっちはもう本当、すごいコンパクトね、片手でこうやって持ち上げられる。これはちょっと厳しいですね、私の手には。で、これなんかはもう完全に無理ですね。で、こんな感じで、3つの OS がね、揃いました。で、ここ数日、iPad mini もね、使っていましたし、 Chromebook のタブレットも使っていましたし、 Android のタブレットはちょっと押し入れの中に、ね、入っていましたけども、まあ、それなりに使っています。で、それぞれね、まあ、私の場合はまあ使う用途があったと思ったので、まあ、3つ用意して比較もできるかなと思ったので、まあ、これもいいかなということで手に入れたんですが、一番の目的としてはこの3つ、リモートディスクトップというのがあるんですね。で、一番簡単にできる Chrome ディスクトップ、Chrome のリモートディスクトップ、これを試したんですね。で、Chrome ディスクトップで何を使うかといったらね、Blender の方をね、やろうかなと。もちろん画面が小さくなるので、作業効率的にはね、多少悪くなるんですが、できるだろうということを前提に、まず最初にね、これとこれを手元にある状態で Chrome ディスクトップでやってみたんですよ。そしたら全然ではないんですが、マウスがこっちはうまく動かない、マウスがうまくいかない、あのドラッグとかね、ドロップができない、もうドラッグができない時点でドロップができないんですけど、マウスはポイントをねポンポンポンとやったところだけしか移動できない。こっちはね、すごい、マウスもね、スムーズに動いたんですが、あの、Bluetooth でつないだキーボードが反応してくれないんですね。これはもうね、キーボードはバッチリ動いているし、こっちはマウスバッチリ動いてたんですよ。だからこれね、2つ足して2で割るとちょうどいいなと思ってたんですけど、なら Chromebook でということで、私の持っているラプトップ型の Chromebook、まあ、それでね、リモートディスクトップをやってみたんですね。でもちろんキーボードは Bluetooth をつないで、まあ、それでBlenderの方を動かしてみたら、これまた気持ちよく動くんですよ。ということで、リモートディスクトップにパワーは必要ないので、この、レノボの IdeaPad Duet、まあ、こちらを購入してやってみたところ、バッチリ動くんですよ。なので、これはもう本当リモートディスクトップ、Chrome のね、リモートディスクトップを使うのにもう最適な端末なのかなというふうに思ってね、私もねすごいある意味感心はしてたんですね。ただもちろんこれ一番この中で、あのマシンスペック的には低いんですよ。どれぐらいだろう、アンツベンチマークで言うと10万ぐらいかな。だから本当に Chromebook を使う分には問題ないレベルなんですけど、ブレンダーを動かすにはもう全然物足りないんですよね。第8世代の Core i5 を積んだ Chromebook でさえ、やっぱり不満的にはある状態のスペックなので、もちろんこれなんかはもう全然足元にも及びません。なので、リモートディスクトップとしてならね、処理はパソコンで、そして表示だけをこっちね、タブレットの方ですれば、全然問題なく動けるかなと、まあ、そんな風に思ったので、まあ一応これね買ってみたんですね。でこれ、ね、買った理由というかね、まあ理由ですねというとしては、レノボのホームページの方で何十台か限定で23,800円くらいで販売されていたんですね。要は中古じゃなくて新古みたいな未開封なんですね。だけど一回お客さんのところに送られて戻ってきたようなやつ、まあそういうものを安く販売してたので、あ、これはいいなと思ってね、すぐ買ってしまいました。で、iPad mini の方は、
リモートデスクトップ、もう本当にね、マウスのポイントがもう全然よろしくなかったので、これはもう論外ですね。でこれはキーボードは使えたけど、あ、じゃあマウスは使えたけど、キーボードは使えなかったということで、操作にね、ちょっと難がある。もちろん、マウスだけで全て操作しようと思えばできるので、これでも全くできないわけじゃないんですが、やっぱりキーボードのショートカットはね、私の場合は手に慣れたものとして、まあ、キーボードは必要かなということで、この Chromebook、ついに、そのまま使うわけではないんですけど、Blender がね、ようやく動くようになりました。ということで、ちょっと今家なのでね、わざわざ外にまで行って、Chromebook でリモートディスクトップ、Blender を動かしてみたいと思います。ではですね、リモートディスクトップやっていきたいと思います。まずはね、iPad mini で私の今の家にあるパソコンにアクセスしようと思います。で使うアプリはね、Chrome デスクトップ、Chrome リモートデスクトップを使おうと思ったんですが、あまりにも私の環境ではね、合いませんでした。というかね、デスクトップ購入したんですね。あの後あの後デスクトップ購入して、Linux を入れました。で、Linux を入れたら、Chrome のリモートディスクトップがね、うまく動作しませんでした。なので、AnyDisk を使って、やってます。で、これね、普通にやっていくと、まあ、こんな感じで、画面が出てきますので、ピッと。はい。今、パソコンのデスクトップの画面が出ました。で、これだとね、いろんな操作が、もうこの iPad mini の方で、できます。ただ画面がね、やっぱりちっちゃいんですよ。縦横比が、どうしても iPad mini 3対2なので、家のデスクトップの16対9の画面にはね、合わなくて、上下が切れてしまうんですね。その分画面が小さくなります。ただ、こちらの方から操作もできます。見えるかな？はい、カーソルがね、動いているのがわかります。で、これで、ブレンダーを立ち上げていこうと思います。ちょっと画面がね、あまりにも小さすぎて、操作が大変ではありますが、はい。こんな感じでブレンダー立ち上がりました。で、今キーボードもマウスもつないでないので、操作の方はちょっと難しいんですが、一応映し出すことはできました。ただ、操作に関してマウスがうまく操作、動いてくれません。真ん中のスクロールボタンを押すと、ちゃんとね、ズームとズームアウトしてくれるんですが、真ん中のボタンをね、スクロールボタンを押しながら、こう移動しようとしても、できないんですよ。要は、このオブジェクトがね、ちゃんと回ってくれなかったりするわけなんですよ。一応マウスだけで操作できるような設定もあるんですが、すごい私の場合はやりにくくて、ショートカットを対応していますので、まあ、この iPad ではさすがにね、ブレンダー操作できないなということで、これでの操作は今回諦めました。続いては Android のタブレットでリモートデスクトップやっていこうと思います。同じく AnyDisk ですね。画面は同じものが出てきます。そしてもうすでに登録してありますので、タップしてあげると、はい、こんな感じで先ほどと同じ画面が出てきます。今回はね、 11.6 インチっていう大きさ、 11.6 だっけっていう大きさの画面なので、まあそこそこ見れる大きさではあります。ではね、早速ブレンダーを立ち上げていきます。しっかりとね、立ち上がっているのがわかると思います。操作に関してもブレンダーの方、マウスとキーボードでしっかりと操作することができました。なので、この大きさでね、作業することは全然問題ありません。この大きさでね、作業できるってことはね、すごいコンパクトで手軽だし、キーボードをつけてね、マウスをつけてあげれば、もう本当にね、普通に使えます。
ただそのためにね、Android のタブレットをね、使うというのもちょっとなんかね、わざわざキーボードまでつけてマウスまでつけて、あの普段の操作とは違う系統でね操作しなければいけないということで、まあ、私の場合ちょっと違うのかなっていうのを感じました。ただもちろん性能がいいしバッテリーの持ちもね全然いいので、このままねキーボードとマウス使って作業しても全然問題はないです。なのでね、これも一つのねやり方ですということでね、参考になるのかな。これまあ基本的には普通ブレンダーみたいなねアプリは大きな画面で操作して、まあ、それでいろいろとね調整するとは思うんですが、まあ、ただね、こういったものでも普通にできるということです。はい、ではね Chromebook の方でリモートデスクトップ接続していこうと思います。アプリの方は Android 用のアプリになりますが、 AnyDesk というアプリを普通にインストールしています。でこれをね、また同じようにポチッとやってあげると、こんな感じで自動でね、接続させて、自動で接続しています。でこの中には、先ほどと同じように先ほど画面をね、出したまんまの状態なので、同じようにブレンダーの方を今立ち上げました。あれ。これでブレンダーの方立ち上がりました。で動作に関しても Android アプリと同じようにマウスもしっかりと使えて、キーボードももちろん接続できます。でこれについてたオリジナルのキーボードだとファンクションキーがなかったりちょっと不便なので、やっぱり外付けの、ね、キーボードつけてあげた方が操作はすごい簡単です。で外付けのキーボードをつける理由としては、まあ、これが単純にタブレットだからっていうのもあるんですが、先ほども言ったようにファンクションキーが使えるから。で、普通のキーボード付きのね、Chromebook だと、Chromebook でも同じようにね、できるんですが、やっぱりキーボードの数がね、ファンクションキーが足んないということで、わざわざ外付けをつけるんであれば、このタブレット型タイプ。これは、Lenovo の IdeaPad Duet。これでね、やってあげると、あの電池の持ちもいいし、リモートでね作業もできるので、必要になったら接続すればいいと。で使わないときは普通のタブレットとして使えるし、で Android のタブレットも Android のアプリも使えると、まあ、いうことでね、これの一番のメリットはフルブラウザなんですよ。でフルブラウザを使うと何がいいかっていうと、あのスマートフォン用とかねタブレット用っていうのは簡易的な表示しかしないブラウザなんですけど、フルブラウザはパソコンで見ている画面と同じものが出てきます。というか Chromebook はパソコンですのでフルブラウザが基本です。なのでね、こっちを使った方が Android のタブレットで作業するよりもいろいろと効率のいい作業はできますっていうのはね、先ほども言ったようにフルブラウザで作業できるということは簡単にタブなんかも切り替えできるし、これでしかね表示できないページなんかも多分あると思います。 Android は確かにね性能もこちらの方がいいんですが、実際リモートで作業するとなるとあんまり変わりません。多少のもたつきは出るかもしれないんですけど、こちらで作業していてもこちらで作業していても同じなんですよ。画面の大きさ確かにねちょっとこっちの方が大きいんですが、バッテリーの持ちはねこっちの方が多少悪いかもしれないです。こちらだとね、バッテリーの表示の時間がね簡単に見ることができて、だいたい 100% で10時間前後持つことになってます。で表示通りであれば実際10時間持つと思うので、こっちの方がね軽いし、作業しやすいし、まあいいかなということで、私こちらのね Chromebook でリモートをやっていこうと思っております。まあでもねこんなことを考える人ってそんなにいないと思うんですが、普通にパソコンを持ち込んでいろいろ作業するとねバッテリーの問題って出てくると思うんですよ。だけどこれだとバッテリーをねあまり気にせずに長時間の作業を十分できるということと、軽さ、その辺がねやっぱり一番ですね、作業のしやすさ。
でね、私も考えたのはあるんですけども、あの Mac の MacBook Air、 あれがもう単体でバッテリーの持ちすごいいいらしいんですね。で、性能ももちろんいいので、まあ、それでもいいかなとは思ったんですが、私が使っているブレンダーがやっぱりね、相性良くないんですよ。あのレンダリングに関してはね、もちろん M1Mac になってすごい良くはなっているらしいんですよ。ただレンダリングの性能とか、トータルで見た時にまだ Mac のブレンダーの使い勝手っていうのはそれほど向上してるのかしてないのか、まだね、M1Mac が出て時間もかなり経っているんですが、そういったデータがあんまり出てなくて、実際私が使おうと思った時にどこまで対応してどこまで性能が良くなっているのかっていうのね、分からなかったんですよ。だから M1Mac のミニを購入しても良かったんですが、今回は Ryzen の CPU、 ノート PC でいう一番いいやつ、5900HX だか、そんなような CPU を積んだものを購入しましたので、まあ、それはまた別の機会にね紹介しますが、まあとりあえず性能的にはね、まあ、そっちの方が安心できるかなと。で、あとはね、Linux を使うためにやっぱね、使い慣れているそっちの方がねいいかなということでね、そっちにしました。なのでね、今回は Android と iPadとミニと Chromebook でリモートできる環境を整えたので、まあ、そちらの方の紹介とね、今後これで作業していくことで時間的制約的にも効率は上がるのかなということでね、やっていこうと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。でね、このチャンネルではね、まあ、こういったガジェット関係もね少し多くなってくるとは思うんですが、やっぱりね秘密基地もね少しやっていきたいのでね、秘密基地の方もよろしくお願いします。ではまた。